皆さんこんにちは命を守る参議院議員の川田隆平です今日は3月2日衆議院を予算案が通過をいたしましたそして予算関連法案も合わせて通過をいたしましたので明日からこの参議院での審議が始まろうとしております明日の3月3日からこの参議院での予算委員会の質疑が行われます予算委員会の基本的質疑は 参議院におきましては片道方式ということでこの質問のこの規定の時間がカウントされるのは質問者の質問の時間だけがこのカウントをされます答弁者がいくら長くしゃべってもその時間はこの質問時間としてカウントされないということで一応この2.5倍ルールというのがあって この質問者の持ち時間に対して2.5倍が大体、その質問者の持ち時間ということになっていますけれどもこれはまあ申し合わせであってこの答弁者がしっかりとした答弁をしなければこれはあのこの質問者が座ってしまえばですね立ったり座ったりということで立っている間だけが質問の時計が進むということで大変質問者に有利なこの 質疑方式ということになっておりますでこれをまあ今、あの安倍政権のときから菅政権もそうですけれども、答弁をはぐらかしたい人たちにとっては、しっかりとした答弁をしなければ、まあ、いくらでもしゃべってもですね時間は過ぎていかない、時間の経過をしないということですので、はっきりとしたことをしっかり答弁をしなければいけないということで、この政権が大変嫌っております、参議院のこのルールを何とか潰したいというふうに考えているんですけれども。 これは参議院の伝統として慣、まあ、例として、まあ、これまでこういった質疑者の質問時間だけが時計が動くということですので、まあ、質問時間を,、まあ、質問をできるだけ簡潔にすればですね、その分、質問はたくさんできるということですしそれからこのご飯あの朝ごはんの,そのごはん論法というのがありましたけども、朝ごはん食べたかと聞いて食べてないとごはんは食べてないと。 パご飯は食べてないみたいなそういう答えはできないということでそういうそのちゃんとそういうこの質疑に対してちゃんとまっとうに答えていかなければいけないということで参議院の質疑は大変注目をされておりますそれの質問者によって力量によって変わってきてしまうんですが特にこの質問者がベラベラと自分のことを話していたら時間はどんどん過ぎてしまうということでこの質問を短くですね 質質疑できるかかどううとということが、まあ、ここがののの問者の力量にありますそしてこの答弁がちゃんと返ってこなかったときに、この委員会の,、まあその野党側の筆頭理事というのが、これがあの委員長席ににじり寄っていってですね、あのこれはもうちゃんと答えてないから答えさせるようにということで、委員長にこの言うことができる、それがまあこの筆頭理事の役割ですけれども、この野党側の筆頭理事がどこまでここで、 この委員長をしっかりと差配を、平等な立場で委員長が差配をして、そして質疑をちゃんと答弁をしているかしていないかを委員長がちゃんと答弁をできるさせられるようにするということが、この参議院の予算委員会の見どころですので、ぜひあの参議院はですね今までもこの衆議院とは違って、政権にあまり寄らずにで,すねできるだけその 与党、野党関係なく、しっかりとこの質疑に対しては答えるようにということで、やってくるということが、まあ、参議院の予算委員会では行われてきたところもありますまあ、そういう意味でやっぱりぜひです、ね、この参議院での予算委員会の質疑によって、やっぱりしっかり答弁をしていない場合には、こ答弁をちゃんとするようにということで、この与党も含めて、これは委員会として、そして参議院として、やっぱりしっかりとこの国民に、 しっかりとこの答えると、国民に答えるということをやっぱりしっかりさせていくための委員会をこれから行っていきたいというふうに思っています。特にこの予算委員会、あのテレビ入りということで、明日はテレビが中継が入ります、2日間にあたって14時間、これは七時間ずつの、あの1日7時間ずつです、9時からその5時までということで行われますので。 まあぜひあのこれ皆さんの方でも注目をしていただきたいというふうに思っております、そしてあのこの予算委員会はこの3月いっぱい、大体かけて行いますので、その中でこのまあ参議院の方でもあの大臣所信といって、この所信表明演説をしたことに対する質疑なども入ってきますし、特に予算関連の法案、日切れ法案とか、 あのそういったその3月31日までで切れてしまう法案なんかがありますのでその法律を改正しなければいけないという法案もありますしそしてあのこの予算関連の法案については予算と同時に成立をさせていかなければいけないということでその30日ルールといって、まあ、衆議院が通過してから30日で自動的に今衆議院の優越もあって参議院で採決をしなければ決まってしまうということもある、まあ、時間制限のある中での参議院の予算質疑になりますが まぜひあのこの予算の委員会をやっぱぜひ皆さんに注目していただきたいと思っています。ぜひあの予算委員会見てください。よろしくお願いいたします。